はい、じゃーん。ついにパート3がやってまいりました。皆さんご無沙汰してまーす。ブルーホースです。ということで、続きやっていきましょう。なんかね、これ、見て、これすごくない?っていう話なんですよね。無限ロケラに、無限アサルトライフルに、無限 MUP というですね、もうなんかもうよだれがもう、ロケランを使えということなんで、使うかっちゅうね。今日は後ろに編集さんもいます。なんか時々多分ね、ちょっかいかけてくるらしいんで、笑い声が聞こえたりとか、多分今、変な、って声が聞こえたと思うんですけど、まあ、そんな感じでですね、基本僕が一人でベラベラ喋ってくるんですけど、もう悪魔のささやきが左耳からずっとですね、ロケランって聞こえてくるんですけど、だからロケラン使わないっちゅうの。はい、逃げましょう。逃げますじゃねえや。もう喋ること間違えたじゃないですか。顔でかい。逃げるの同じ。ああ、来たということで、こいつってそのなんか来てるけど、こう相手にしなくてもいいよかったりするのかな。まあ一応戦っていきましょうか。ほい。ボン。お、いいね。うまい。ういー。ういー。よし。ただ。ただ、すげえ元ないっていう。よし、オッケー。やっぱこの定番っすよね。これはもう、なんて言うんでしょうね。バイオ4からの定番の倒し方なんですよね。これ、あー、やっぱあれか、規制版なんだなぁ。R1 は、いわゆるグロテスク版だったので、獅子を全部取れたりとかですね。もうそろそろやめてあげましょうか。で、ヒア。うわ、ここら辺は全部あれなんかな?ゾンビ化はしないのかな?アミセット。この看板、あれですね。R1 にもあったな。うん。どうでしょうね。まあ、ここまで進めてみて、皆さんにぜひちょっと聞きたいんですけど、サクサク進める方がいいのか、まあ、じっくりの方がいいのか。まあ、僕の実況以外でね、たくさん、バイオ R1する動画を見てる人いると思うんで、もう今更ストーリーはしてると思うから、サクサクの方が好きかなー。ベーン!あ、やばい。ほい。お、いいねー!来た!お、いいねー!え、嘘?こんな綺麗なことある?クリティカルヒット2発。おー。いや、全然刺してるとこと血が出てるとこ違う気がするんですけども。まあ、こうなったら、まあ、もう読みよう。気持ちいい。気持ちいい。顔面からいってんな。で、さっきと食ってるところと明らかに血が出てる場合、これだったらお尻食ってるみたいになると。あ、これは絵っすね。OK。で、進んでいって、で、ここは確か入れなかったんですよね。そう。このキービッグってさ、どこで手に入るんだろうね。チェーンカッターは、体験版だと、この先のそのテレビのやつなんか、テレビじゃない、電車のところで手に入ったりするんですけど、で、ここら辺も一緒ですね。ほい。刺さんねえのかよ。嘘!刺さんねえのかよ。で、お前はなぜ反応しない?口でかいな。まあいいや、行こう。邪魔。はい。ほい。カルロス、I've reached the main avenue. カルロス、報道に出た。変電所はどっち?デッドガールだ。見えるだろ。その辺りが変電所だ。右手の路地から迂回すれば行ける。燃えてる路地?すごく燃えてるけど、そりゃまずいな。でも君ならそのクールさで火の二つ消せる。Fuck you. Fuck you. 口悪いな、ジル。こんなキャラだっけ?ほい。あ、刺せた。お前は刺せるんかい。で、反応した前、君に関しては背中を向けてる。これを燃やし終わったら、体験版終了だったんですよね。だから、これを解決するまでしか私知らないんですよね。だから、これが、おお、出てくる。これも知ってるんですよ。で、知ってるから、押せばいいのに。そっか、無理だよな。押せばいいのに、まあ、これで、ゾンビが近づいてくるから、引きつけて、後ろ、おっそ、引きつけて、ボーンと。めっちゃ飛んできたじゃん。ようこそ。ほい。まあ、もう、無理ですね。で、ハンドナンバーか。あれ?意外と綺麗。ちょっと待って、遠いお前の方が焦げてる。ちょっと待って。
おじさんの方が綺麗っていうね。まあいいや。で、そうなんですよ。こいつらをどうす始末するかなんだよな。まずはまあ、ちょっと一発目。ほい。ほい。オッケー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 。で、近づいてきます。ほい、オッケー。で、これ、おとじゃさんだったらね、あの、例のやつを使う。あ、やべやべやべ。これね、体験間の時にこのやり方をやって、何回の組み疲れ方をしたかっていうところなんですよね。ほい、オッケー。なんかめっちゃゾンビたち向かってきとるやん。オッケー、倒せた。倒せたはいいけど、やばい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 。来てる来てる。あれ？もうハンドガンない？マジか。右から来てんだよな。で、ほい。え、帰る気？後ろ当たっちゃって。ほい。全然。やばいやばい、ハンドガンの弾がマジでないし、帰っていくし、こいつら。やる気ないの？あ、帽子落ちた。ハゲ、おお、クリティカルヒット、マジ来た、ふぅ。これで節約はできるけど、あれ？あ、おお、なんかめっちゃ、なんか、めっちゃ運がいい気がする。これでなんかこう、ヘマやらかしてさ、なんで、なんて言うんだろう、やり直し しなくちゃいけないような状況になったら嫌だな。まあ、とりあえずこれで進んでって、で、上に確か、あ、でも体験また違うのかな、どうなんですかね。うん。で、とりあえずこいつを壊すと、あ、レッドハーブね。うんうんうん。で、めっちゃ食ってる音がしてるけど、確か、あそこを、おお、めっちゃ飛んできたじゃん。で、君、なんだこの近いやつが焦げずに遠いやつが焦げるシステム、なんなんだろうな。で、完全にもう手がえらいことになってますやん。まあいいやいや。で、使うかわかんないけど、とりあえず落としとく。で、いきます。あ、そうそう。あの、ネメちゃんが出てきたときに、なんだっけ。戦うべきか逃げるべきかっていう話なんですよね。あれ、これどっちから行ったらいいかあったんだっけ。わかんない。こっちから行こう。カニ。ジムズ・クラブス。君はちなみに生き返るのか？あ、させない。オッケーオッケー。大丈夫そうですね。で、ドーナツ屋さん。で、ここのドーナツ屋さんを、おー、やった。よかった。は、飲んだくれてんな、お前ら。どういう状況でそうなったっていう話ですね。で、何の話をしてたか分かんなくなっちゃったから、とりあえず、セーブ部屋に入る。で、あ、よし。で、これ、手に入れる。で、手に入ったから、アイテムを調べる。で、そうですね。OK。違う違う、使っちゃダメ、使っちゃダメ。で、ハンドガン作っといた方がいいのかな？この先わかんないんですよね。どれだけ手に入るのか。とりあえず一旦預けときましょうか、全部。で、これも多分さっきの時の、だからロケランと囁くなって、だから悪魔の囁きが後ろから、そしてあの左耳に集中してくるっていうね。もう笑うて、この声入ってたら面白い、ゆゆゆゆ。あー、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。めっちゃ起き上がってくんじゃん。めっちゃ起き上がってくんじゃん。ドーオーケー、待って、あ、嘘、うわ、下手こいた、マジかよ。ちょ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 、待って、完全に歩き方が酔っ払いなんだよな。うわ、もう気持ち悪い。とりあえずお前、あ、ハズハズしか、よし、やっぱりハゲ、やっぱりハゲ、やっぱ弾足んねえかな。うおー、こん、いやー、急に下手くそになった。下手くそ、おつざま。うそ、やべ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 。そのお返しかのような、なんか、ヘッドショット。こいつの首の向きが気になる。こいつの首の向きがすげえ気になる。あー、もう、やばいやばい。うそ、よー、ちゅちゅちゅ。あれ？穴開
クションになった時になんか緊急回避で出るんじゃなかったっけ。出ないんかい。あ、クリティカルやけどあと5発なんだよな。編集さん、編集さん、これあの音量注意5秒前つけといてあげてくださいね。そうだ、出て、あれ出てきたっけ。一定発ダメージ、こんなとこで、あっ、あう、あと3発。とりあえず倒せば勝ち、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 倒れない、倒れない、マジか、やばいやばいやばい。よし、倒れた。うい、違う違う、なんでない、ない銃構える、生きとんかい。オッケー、ちょ待って、マジかよ、もうこいつに気を、こいつなんだよ、こいつ、マジでこいつで、ハンドガンじゃない、ハンドガンじゃない、弾が切れた、どうしよう。記憶だと体験版レベルだけどね。お前は後で絶対蘇るパターンのやつだよね。で、そうそう、こいつ、こいつ、こいつね、立つんだよ。ほら、クララが立った。クララが立ったんだけど、クララが立ったはいいんだけど、弾がねえんだよ。しゃあない。初のガンパウダーを使いに行きましょうか。こっちにないっけ、弾。こっちにあるとすげえありがたいんだ。あったー、きたー。え、なに今のジャンと、と、取っちゃまずいやつだった。え、今なんかジャンって言ったよね。え、ジャンって言ったよね。うん。ほら、言ってる。やばい。まあいいや。で、ありがたいことに向かってきてましたね。ウィー、え、なにこのクリティカルヒット率。すげえありがたいんだけど、とりあえず、ほい。燃えろよ、燃えろよ、どこまで、リリリリ。なんか新しい、面白いヘアメイクしてますね。ほい、ほい、ほい、ほい。太ももプルンプルンやないか。よっち。オッケー。昔自分が着てた服の色に似てるからなんかちょっと気に食わないから、もうちょっと刺しとこう。この赤い、こう、なんていうタイプの服なんかちょっとよくわかんないんですけどね。結構大の字。いや、それはいいとして。で、多分ね、カプコンさんだと体験版と、本ちゃんバージョンと、お強化火薬と、ここに、その上になんかロッカーキーがあるから、それ多分ね、違うのにしてると思うんですよね。で、だから、937ね、OK、937で、いいね、ハンドガンの弾、突っ込んで、突っ込んでって感じ。え、でも、これパトカーじゃないっすよね。パトカー、あ、あれか。車が突っ込んできて、ここで買い物をしようとしていた警官がお釜を掘られて、こうなっちゃったっていう感じなのかな。ふふ。どんまい。で、割りアイテム。割りっすね。で、確かね、こっちから行くと、こう、そうそう、この下から行くと、出てきちゃうから、出てきちゃうというか、ゾンビと鉢合わせるから、一旦は、まあ、ここでホースだけを回収して、で、いんのかい、いんのかい。おい、オッケー、おい、オッケー。もう一発、倒れてくれない。ああ、やべ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 。こういうチキンプレイ、これ上手な人とかって頭をこうバコ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 打てるけど、ほんとすごいっすよね。あのね、これゲーミングコントローラーでやるのが、まあ人生初っていうところもあって、皆さんわかりますかね？ PS4 のその十字キーパッドと 3D コントローラーのその位置っていうのが逆なんで、すっごいやりづらいんですよね。で、これ、あれ？あれ？チェーンカッターってこの辺で手に入るんじゃなかったでしたっけ？え？どこで手に？ガンパウダーで、手榴弾は OK。めっちゃ溜まってきたな。で、鉄道職員のメモ。ここ数日、暴動はひどくなる一方だ。いざという時のためにショットガンを用意した。
ガンラックに入れとけば取られることはないだろう。私は今のうちに予備の弾を調達しに行く。必要になったらチェーンを切って取り出してくれ。職員一同の無事を祈る。だからそのさ、チェーンカッターがないから取り出したくても取り出せねえんだよな。なんで緊急事態なのにわざわざ厳重にチェックしたんだろう。誰が取るっていう話でね。別に市民が取るならそれでもいいと思うんですけどね。で、ここなんだけど、ここは何も、キーアイテムを使うけど、使えるやつはない、ね。ここにコースぶっかけられないのね。無理だね。なんかある。カイトブロスレールウェイマン、運行マニュアル。安全な地下運、鉄運行のために、停電時、地下鉄は自動的に運行を停止します。電源が復旧次第、コントロールパネルで停車駅と使用するホーム番号を再指定してください。安全性が確認できないルートが入力された場合、エラーとなり、運転が再開できません。言ってる意味はちょっとよくわかんないですね。ダメね。これ、裏とかにゾンビいないんですかね？ドーナツ、さっきのドーナツ屋で買ってきて、全然手つかずやん！もったいな！ジル、今のうちに糖分、でもな、水がないと口パッサパサになるからな。そうや、ホースの水があるから、それをこう口に突っ込んで飲んだら、後ろでものすごい勢いで首を横に振られちゃったので、まあ、行きましょう。太るからダメだそうです。それはドーナツ食べると太る、それとも水を飲みすぎて太る。両方ですかね、ムーンズドーナツ。で、もうそろそろちょっと時間が迫ってますんで、そろそろ終わりにしたいんですけど、最後そのアイテムだけ取って終わりにしたいと思います。で、ちょっと遠回りしてるのは、なんて言うでしょう。ゾンビと鉢合わせないようにするためですね。で、こっち進んでって、とか言ってこっちにゾンビいたら嫌なんだよな。ちょっと慎重に。あのおじさんは多分あれで、で、奥の方にね、確かにゾンちゃんがね、いたんですよ、体験版。だから先に取っちゃおう。937だったですよ。違う。このね、3D ディスクがね、一回ね、下の方を押し込んじゃうと、なんかね、戻ってきてくれないって不良品なんじゃないかな。よし、いけた。ほい。で、ダットサイトでしたかね。ここまで一緒ですね。で、これを組み合わせると、わかんない。なんだったっけ？ドラッグストア店主の日記。8月24日、アンブレラ社の新しい雲剤が飛ぶように売れてる。あそこの薬は何だって抜群に効くからな。大量に仕入れておいた俺の目利きが正しかった。これで売り上げ倍増は間違いなしだ。しかし最近、この辺りで物騒な噂を聞く。稼ぎも増えたことだし、金庫を買い替えるとするか。新しい金庫は完璧だ。アルバイトにも俺の可愛いワイフにだって金庫の場所を教えてないからな。知ってるのは俺とアクアキュアの彼女だけだ。泥棒野郎には手も足も出ないだろうぜ。ごめんな、キーピックのスペシャリストにはやっぱな、いとも簡単にね、できちゃうっていうね。ガンパウダーめちゃめちゃ多いの。ほんで、ツッコミみたいなやつさ、あんた育毛剤効いてないやんっていう話やん。完全に剥げ上がってますからね。まあ、あなたが天使かどうかっていうのはわからないんですけど、で、ここにね、一匹、やっぱりいた。ほい。あ、だ。ほい。なんで後ろ引っかかってた。もうこれ皆さんもしかしたら僕噛まれるたびに叫ぶかもしれないです。ガーチャ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 、やべ。あー、やらかした。これダンジャーだ、ダンジャーやばいな。一応回復しとくか。わー、もう下手くそおつざまだ。もうこういうのがね、倒れて、はい、頭から行きましょう。てか、今思えば、アイテムだけ回収して、こいつ無視すりゃよかったかもしんねえな。まあいいや。で、ここのハンドガン取って、うわー、無駄な回復させちゃったー。これで OK かな。なんだかんだで一番長い動画になっちゃった。20分超えますね、これ、このまま行くと。まあそこら辺は、後ろで、さっきから悪魔の囁きをしてくる編集さんが、うまいことカットしてくれるんじゃないかな、なんて勝手に思ってるんですけどね。勝手にカット、カットに勝って。ということでですね、今日はここまで行きましたので、次回ホースを使って先に行こうというふうに思うんですけれども、一旦今日はここまでにしたいというふうに思います。もう上書きしちゃいましょう。ということで、セーブも終わったところで、
はい、本日の動画は以上とさせていただきます。今日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それではお疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。